はい、あんちゃん、イエムイズ、ダビルです。はい、皆さん、こんにちは、です。というわけで、はい、まあもうね、11月、これ、入りまして、もうすぐ12月も来て、2018もね、終わり迎えようとしてるんですけれども、2018年の妄想流行語大賞のね、ちょっと、募集を、この告知動画になります。うんうんうん、で、まあ例えば、去年とか、2017年とかだと、まあ、スペシャルゲストのね、ペンペンさんに来ていただきまして、うん、まあ、もう上位3つが、そのもうペンペンさんからなるワード、そう、革命宇宙で1位がもう破格と、うん、去年は まあ、まさに、ですよね、ペンペンさんの年だったと言っても間違いなく、すごいですね、100人聞いて100人答えるんじゃないかぐらいの、うん、そう、本当に去年はもう、その言葉しかなかったっていうぐらい、うん、でも、ザ・流行語って感じでしたね。まあ、ほんとそれ。ほんと。ほんとそれ。流行語ってああやって生まれるんだ。うん。ほんと、一応これ、今年で3回目で僕らがやらせていただいてるんですけども。あ、そうか、3回目なのか。去年がほんと一番、はい、やっとそれらしくなったっていう。それらしかったですね。はい、ワードが出てきて、僕らもね、非常に嬉しいんですけども、それを今年もね、はい、ちょっと、募集させていただこうかなと思います。今年むずいな。今年はまあむずいと思う。いや、パッとだって1個も出てこないですもん。うん。で、さすがにまあ去年のね、多分ペンペンさんのワードは一応、除外というか、はいはいはい、そうですね。まあ、間違いはもしあれば、それは入ってくるかもしれないですけども、うん、破格宇宙革命とかは入ってこない。うんうん、前回入ったやつ。そう、前回入ったのは入らないとは思いますんでね。今年はどうなるかなっていうのは。いやー、難しそうですね。うん、まあ、去年他だとね、一応モーツァルト艦隊とか、うん、あとは、コラボ受信化とか、まあ、そうね。コラボ受信化って、多分ネガティブなあれでね、流行ったとは思うんですけども、今年はだからちょっとね、それも募集させていこうかなと。で、まあ、一応概要欄に募集フォーム貼っておきますので、そちらからでも大丈夫ですし、このコメント欄に書いていただいても、見るんでね、ぜひそちらの方にも書いていただいて、何だと思います今年は。いや、全く分かんないですね。あれじゃないですか、限定ストライクじゃないですか。あ、限定ストライク、モーションストライク。入りそう、うん、なんか流行語のイメージって破格とかやっぱああいうのにあるじゃないですか、うん、本当に流行ったじゃないですか。流行った。なんかそのチャンネルだけで流行ったのじゃつまんないかなと思って。そうだね、はい、そのチャンネル用語になっちゃうじゃないですか。そうするとなんかもう完全に身内なんで、うん、全体的にやっぱ広げて、うん、ね、うん、モンストそうですけど、モンスト界隈で、うん、とりあえずそうだ、前回の第三爆絶理論とかも正直直しのチャンネルだけじゃないですか。これはまだ、そう。あれ、うん、流行語じゃないですよね、正直。下の方のね、自分のやつはちょっとね、そうですね。そうなりがちだから、うん、今年もなるべくね、皆さんも、うん、他のね、受験者の方々とか、うん、他の例えばなんかまあ、妄想界隈にいろんな方がいる。痛いですね、うん。いると思うんでね。でも今年、あ、わかった、俺一個。でもこれ、いいのか分かんない。すごいひらめいたね、今。このクソ会社が入るかなと思った。いや、それ入るな。いや、入るかなってちょっと思った。今年じゃゲストぎこりなかった。いや、ほんと、申し訳ございません。いや、ちょっと俺、これは俺が言うのかなと思うんですけど、本当に。まあ、ちょっと深く反省しております。一瞬で反省しましたね、私は。一例として、うん、一例ですね。一例としてね。それはちょっとなんか、いないですね。うん、でも、あ、刹那入るかな。あー。刹那入りそう。さすがに。そう、確かに。うん、あと、なんか近畿とかもありそうじゃない。あー、近畿、ね。近畿とか。近畿図。うん、近畿。それは入るか、確かに。近畿に勝たなくて、ぶち切れてる。基礎。基礎。うん、意外にあるね、じゃあ。今、ほんとでもそれ流行ってたしな、うん、最初に。いや、流行ってた。ダメなんですか、ね。まあ、良くも悪くも流行ってたんでね、いや、言葉としての力がやっぱりあったっていうことは間違いないんじゃないかなっていう。うん、いや、あとなんかあるかな。いや、でもパッとなんかそれ、それ流行ってたそうだわ。流行語取れるかもしれないですね。あとあれかな。まあ、この辺、流行ったっていうか分かんない。まあ、ルシファー獣神化とか、うん、アーサー獣神化とかはなんか、流行ってたんですよね。出来事とともに、なんか頭に思い浮かぶ言葉かもしれない。あとヒットバックとかですかね。今年やっぱ生まれた言葉かな。ループヒットとか、うん、まあでも初買ってる人ヒットバックは使ってる人はあんまり、うん、そんなか。なんか上級者の人たちは使ってるっていう印象あるよね。だからループヒットとかああいうのってまだ知られたらなんかじゃないですか、うん、でも流行ってはないもんね、確かにね。ループヒットとマッチショットはめっちゃ流行りますね。なんかしかもそれはそれはでもそう、ね、インパクトあったし、ね、インパクトそれとね、確かにないなぁ、流行語って言うと。あー、バルーン。
懐かしいな。まあ、なんで僕らだけでね、これちょっともう思いつきませんので、皆さんぜひ、はい、投票の方をお待ちしております。ぜひぜひよろしくお願いします。なんか落としてるのあるよ、絶対ね。絶対来るかみたいな。そうそうそう、絶対来るからね、速攻で来ると思いますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、一応まあ、さっきも言ったんですけども、概要欄に応募フォーム貼ってあるのと、コメント欄でお願いします。で、発表が多分11月の早くて下旬とか、遅くて12月上旬に、これ動画の方でね、また発表させていただこうかなと思っておりますんで、はい、皆さん、ね、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。かな、うん、以上です。以上ですね。というわけなんでね、まあ、はい、まあでも今年ももう年の瀬かみたいな、これが来てなんかもう年の瞬感じるなみたいな人はちゃんとよろしくお願いします。ダイソン爆税論って結構最近の言葉だったりしたイメージがありますけどね、うん、なんかでもこれもすぐ使わなくなった印象はあったね。確かに、ね、もうね、だってダイオン行ったらもう終わりですから、うん、そう、うん、でモーツァルト系とかリザ系とかはもう落ちそうですね。落ちそうだね、さすがに。あ、でも今年はなんかステッキとか入ってくんのかな。あー、ステッキ、でもステッキって流行語かなんかインパクトあった言葉しかになっちゃうんですよね。いや、そこなんだよね。だから10個もないんですよね、正直。いやさっきの本当、じゃあその本当ギコちゃんさんなるな、俺。というわけなんでね、ぜひお願いします。では今回もゲーム大賞1からお送りしました、ナグーでしょ。失礼でした。お待ちしております。ありがとうございました。